んにちは、津軽三味線の山本大と申します。荒木千恵ちゃん、ファンクラブ開設おめでとうございます。千恵ちゃんの三味線の先生をやっております。溢れんばかりの才能、漫画、それから似顔絵と、それから歌と、もうとってもお上手で、それから今度三味線に挑戦して、三味線もめきめき腕を上げて、さらに柔らかい発想でいろんな曲に取り組んで、私も非常に驚いております。彼女の才能が、その昭和の、平塚慎太郎師匠、私も何度もお世話になりましたけども、その才能を受け継いで旺盛なサービス精神によって多くの人に、幸せを届けていただきたいと思います。ますますの繁栄とご発展を、お祈りいたします。以上です。こんにちは、漫画家の佐々木敦史と申します。この度はですね、千恵ちゃんのファンクラブの発起人ということで、ご挨拶させていただけるんですが、で、まあ、ちょっと話しかけるとですね、まあちょっと何ていうんですかね、非常に才女というか、ビジネスのこととってもよく分かっていて、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、彼女のその、経験であったりとか、ものの見方、考え方っていうのが非常に素晴らしく、まあ、美人だわ、歌はうまいわ、漫画は描けるわ、まあまあ、まあ、ビジネスわかるわ、ね、もういろんな才能がこう固まってる人間なわけですよ。で、いろんなところで、ちいちゃんとこう会ってお話ししたり、歌を聴かせてもらったり、いろんな活動を僕は見てきて、やっぱり人生ですからね、いろんな、波乱万丈、山あり谷ありっていうのがあるんですが、まあ頑張り屋さんなわけですよ。そういったところがね、皆さん多分応援したいな、歌を聴きたいな、彼女の映画見たいな、漫画読みたいな、小説読みたいな、いろんな、顔を持ってる彼女を応援したいなと思いまして、今日ここでちょっと立たせて、いろいろ喋らせていただいてるんですけども、今後ともですね、彼女を応援して、いろんな形で、そういう感じで応援していけたらなと思っております。ぜひぜひ、この動画を見た皆様方、彼女を応援してやってください。よろしくお願いいたします。佐々木敦史でした。浜崎達明と言います。僕の仕事はコンサルタントです。千恵ちゃんと初めて会ったのは2012年の7月2日でした。その日は千恵ちゃんが初めて流しとして、慎太郎師匠と一緒に僕の馴染みのお店にやってきた日でございました。私今日初めてなんですって言って話しかけてくれた時に、私の妻は、私の妻の似顔絵を書いてもらったんですけれども、その妻の似顔絵が第1号だったそうです。そして、僕は第2号でした。もうあれから8年近く経ちますけれども、仕事で大変な時とか、なんか友達にいいことがあった時とか、僕の仲間と一緒に飲んで笑ってうわーっていう時とかも、ずっとずっと千恵ちゃんが一緒でした。そんな時に背中を押してもらったり、元気出して頑張るぞって時だったり、僕のとっても理解のある上司が癌で亡くなった時に、一緒にがっかりしてる時に一緒に歌ってくれたり笑ってくれたりとか、そんなそんな、日にちをずっとずっと僕の住んでる近くの荒木町で過ごしてきました。またね、これからもずっとずっとファンでいたいと思いますし、これからもね、荒木町を賑やかにしていただければなと僕は思っています。ちいちゃん頑張れ。以上です。はい、ちいちゃんと
東京に来た時から仲良くさせていただいている新潟米のお米巻きと申します。新潟でひっそりと農家の嫁なのにアロマを営んでいます。米は食べるのみです。あとはちえちゃん応援するのみです。皆さんこれからも頑張り屋のちえちゃんをみんなで一緒に応援していきましょうね。そして私のアロマで皆さんも元気になってほしいです。ぜひ買ってくださいね。私の応援もよろしくお願いいたします。どうも魚沼からお米巻きでした。失礼いたします。皆さんこんにちは。荒木町はしご酒の会飲みながら相談役の秋葉と申します。この度、ちえちゃんファンクラブ発足ということで、僕はちえちゃんのことが大好きで、何が好きかと言いますとチャレンジ挑戦する、そういうたくましいちえちゃんが大好きで、荒木町で初めてこうちえちゃんに会った時から、皆さんご存知のように歌は本当に素晴らしくてですね、ぜひちえちゃんが紅白歌合戦に出ればすごく荒木町に集う皆さんが幸せになるんじゃないかなとっていうふうに、僕自身夢を見てまして、今はちょっと荒木町で流しもかなわぬそういう時期ではありますけども、いつの日かですね、ちえちゃんが紅白歌合戦で歌う日を夢見てですね、皆さんと一緒に追いかけていければなとっていうふうに心から思っております。ちえちゃんファンクラブ発足しました。皆さんの温かいご支援どうぞよろしくお願いいたします。荒木町のラウンジドミーのキャサリンでございます。私は、ちえちゃんのことを一目会った時から荒木町の無形文化財だと思っております。この度、コロナ感染防止のために、流しができなくなったちえちゃんはコロナ菌の運び屋になってしまう可能性があると、そんな、ちえちゃんを私は守りたい。いつまでもちえちゃんの生歌をと共に生きていきたいそんな思いがからちえちゃんのファンクラブオリデリストの会を発足させることにしました。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。荒木町の温かい皆さんのおかげでちえファンクラブを作っていただきました。ずっと荒木町の営業を休んでおりまして、3月の31日から無職です。収入もありません。名古屋に帰ることも考えました。皆さんのサポートのおかげでなんとか東京都内にとどまることができそうです。また荒木町で流しができる日まで漫画とかイラストとか小説とかいろいろ今までやってきたことを全部できることは全部やってなんとか持ちこたえるように頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。ちえファンクラブホームページを作っていただきましたので、詳しくは全てそちらに載せさせていただきたいと思ってますので、ぜひチェックしてみてください。ここです。よろしくお願いします。